モレルプレスさんの方でも記事にもなっておりますので、紅白歌合戦の20の歌唱について喋らせていただきます。ネタバレされたくない方はここで切ってください。文化芸トーク YouTube グランパンパースです。はい、冒頭でも言いましたが、ネタバレなどされたくない方はここで切ってください。では行きます。モデルプレスさんの方でもね、すでに、早いですね、記事になってます。 NiziU の、初出場、笑顔はじけるパフォーマンスに司会陣も興奮、紅白本番という形でね、はい、こちらの方をちょっと読みながら、私の感想なども述べていきます。というか、まあ読む前にですね、私の率直な感想ですね。ビビりました。最初、8人しかいないじゃんって思って、でもバチバチって最初の方マイクのね、そういうノイズの音がして、まゆかがいなくて、なんでだろうなって思ったら、どうやらまゆかのマイクの調整をしていたんではないかという話で、まゆかのねラップのとこの前のとこマイク音入ってなかったっぽくてね、で気づいたら9人いたので、あれって思ってビビりました。でも8人いて、もしかしてマヤちゃんやっぱり出れなかったかとかちょっと一瞬思ったんですよね。でもあれマヤいるなと思って、あれ誰マユかみたいな、いや本当にそういう感じでした。もうぶっちゃけビビりました。まあその前にね、まず、まあ、このモデプレスさんの記事でも書いてありますけど、マヤさんがマヤちゃん、パプリカダンス披露した時にマヤの姿がなかったっていうことで、結構ツイッター上でもそのこと心配してたというところもありました。まあ、ちょっと読みながらいきますが、きらびやかな衣装で登場した NiziU は後半のトップバターでプレデビュー曲 Make You Happy を堂々と歌唱した。パフォーマンスには12月20日に徐々に活動を再開することを発表したメンバーのミーヒーも出演。29日に行われたリハーサル時や若髪トップバッターで子供ユニット風鈴メンバーの後ろの大型モニターで NiziU もパプリカダンスを披露した時にはマヨの姿がなかったが、本番は9人揃ったパフォーマンスでステージを彩っていた。で、内村さん、総合司会の内村さんも9人揃ってよかったよって叫んでまして、そこがとても良かったなというところで、で、不具合でね、間に合わなかったっていうところもあって、本番のマユカのマイクの話ですけど、でもそこから普通に入ってきて普通に歌唱しましたよ。ぶっちゃけた話、まあ、デビューしてからほんの少ししか経ってないんですが、あんな結構な不具合、あんなしかもでっかい舞台であんな結構な不具合を見事に乗り切っちゃったっていうのが底力感じますよね。だから完全な形で歌唱が、まあ、できなかったっていうのは残念かなっていう見方もあるんですが、ただあのトラブルを乗り切ったっていうのはすごいと思いますよ。だって正直言って一番焦ったのはマユカかと思うんですけど、他の8人も最初のフォーメーションでマユカいない状態で始めて、これからどうなるか分かんないところで笑顔をずっと絶やさずに歌い切るっていうのはね、新人の、グループとしてはすごいなと思いますよ。だからね、まあさすがにこれは NHK の演説なんかじゃないと思うんで、本当の不具合というかね、不慮の事故かなっていう気はするんですが、まあライブとかね、イベントごとは確かにイレギュラーはおつきものだというのはあるので、でもそれを乗り切れたら勝ちなんですよね。そういった意味では NiziU はもう大勝利と言えるんじゃないでしょうか。というわけでね、ぶっちゃけビビりましたけどもね、でもミーヒのねパートのところ、ミーヒの顔のアップも NHK のカメラを映してくれていてね、とても良かったです。で、まあ口の悪い連中がまあいましてね、NiziU 最初ね映らなかったのね、なんかしっかりやれとかいう風に言ってましたが、それをだからね乗り切れたっていうところを褒めるっていう風な、褒めるっていうか、そこはトラブルみたいなのがあってもそれを乗り切れたっていうねところのことを、すげえっていう風に思う感性はない人たちもいるんだなと思って、なんだか寂しくなりますね。で、大体ね、あれは不具合が起こったのはメンバーのせいじゃなくて、そういう運営の中でのそういうマイクの不具合とかそういったものだったはずなので、まあなんかよくわかんない人いますね。まあとにかくそういう雑音は気にせずに、NiziU、紅白歌合戦でねちょっとしたトラブルもあったけれども、それも乗り切って歌い切ったというところはすごい自信につながったんじゃないでしょうか。
そして9人本当に揃えてよかったなと思いますし、9人の、あの親御さんもね、ご家族の方も本当に涙を流して喜んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。やっぱりね、なんやかんやで紅白歌合戦というのはすごいものですからね。はい、いや、よかったです。あの、いい年末が迎えられました。はい、これが本当に2020年最後の動画になりそうですね。はい、皆さんもあの来年以降もよろしくお願いいたします。あ、そして NiziU の応援もね、私も、まあ、JO1 やオルビットなどナムグルが多いですけど、最近はでも NiziU の応援もしていきたいと思ってますので、まあ多少彼女たちに対するよくわからないニュースとかが出てき始めたからっていうところもありますが、まあ紅白歌合戦をね、あれだけのパフォーマンスで乗り切れたんですから、もう怖いもんなしでしょうね。はい、そのパフォーマンスっていうのは、そういうトラブルとかへの対処能力も含めた上でのそのパフォーマンスって意味ですね。素晴らしいと思います。あれ誰でもできることじゃないですからね。はい、というわけで、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。